頑張るわ。ふわべ、緊張して、相当面白いものを見たり体験したようだね。そうだ、僕が見ているから二人で勝負はどうかな。うん、マーさんに強いとこを見せなきゃ。それに次は勝負ってマセイコとの約束だし、いいよ。マーさんとの鍛えたポケモンたちの強さ、自信があります。マーマネか。ん？マーマネ？あー、ごめん、びっくりした。あ、そうだよな、マネネかと思ったわ。あ、ごめんなさい、失礼。お前か。まあ、あくび待つ意味あるかな。いや、これ交換してドラゴンリーでもうやっちゃった方がいいと思う。待てよ、でもドラゴンリーが2回耐えられることを考えたら、1回どうせ、そんな低そうな顔してないから、あくびだな。ビリビリチクチク。なるほど。いや、やるしかない。よし。ラッシュはもう無理だな。ドラゴンリーで一回受けて、瓦割りだね。ニドルガード OK。 果たして一発では死なないんじゃないか。いや、さすがに一撃鉄のトゲ、まあ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 。飛来神じゃなかったか。このままだな。で、多分どうせ頑丈あるから2回当てることができれば。うわ、微妙。やばいな、やべえな。やばい。あ、終わった。終わったわ。ラスカノがこんだけ食らうってことは、あ、終わったな、これ。終わったわ、ごめん。これちょっと待って、回復があったとして、塩招き出してラスカノを半減させました。で、次電気が来ます。受け手がいない。カッチンか。いや、カッチンじゃ勝てないな。あー、ごめん、ちょっときついかもしれない。待って、俺ももうなんかこれはきついわ。八方は八方で出会い頭しても無理だし、八方でドリルライナーを食らわすことができればワンチャンか。いや、電気で死ぬな、その前に。はあ、はあ、待って待って待って。社員は電気も別に受けれなくはないけど、
鋼も別に受けれない。あー終わったなこれ。塩招きが一回内緒話打つか。死を経て多分素早さをこっちのがあると思う。うわ微妙いな。社員の方が早くないかこれ。あごめん本当に無理だこれ。ちょっと答え出ないわ。ラーシュを回復させて半分。いや無理だな。誰かでラーシュ回復できないか。あごめんなさいちょっと終わったくせえわ。うん多分ちょっと計算します。特防111でこんだけ食らってるってことは HP134 社員で半分だったらなんとかいけそうっすね。うん社員でなんとか半分ダメージでラーショに回復の薬を使えば半分以下のダメージになるんで、カッチンじゃ無理だな。ラスカノでこれは消えちゃうわ。ワンチャン消える。もうやるしかない。それしかないわ。これ以上の答えがないんで今僕の知識では。社員が特防 128HP199 これでラスターカノンを半分より耐えることができればラーシュを回復できる。であくびかまして寝かしてドリルライナー。うんそれしかない。ごめんなさい。そうします。本当にこれ八方でドリルライナーを打つことができれば勝ちなんだよ。いやそれしかない。タイム。よし。でこのまま毒も効かない、まあ、小さくなるで勝った方がいいだ。うんの方がいい。小さくなる。よしでもう一回積んでもいい。しっぺ返し、いや2発で倒れるな。しっぺ返し2発で多分耐えれるから、あー2発で多分いけると思うから多分次は当たるわ。次は絶対当たる。放電麻痺したらめんどくさいからしっぺ返し俺がやる。うわー3発かラスカロ。勘弁してくれマジで。いや倒したと思ったのに。
まあ、回復したとして小さくなるを使ったがゆえの外しを多分 20% なんですよ今。ラスカノとかが外れるのがその 20% を引くまで回復の薬を使って上から叩くけど、しっぺ返しは2発当たんないとダメ。放電の可能性があるんで塩招きは出せない。カッチンで受けたとしてもかなりきつい。もうスペシャルガードはないので、いやもう回復使うしかないわ。そうだな。まあ、ワンチャンラーショで受けれる可能性はあるか。あーこれラーショで受けれはするわ。急所じゃなければ106でしょ。で、特防が142だろ。あ、受けれるな。128で、あ、受けれるな。そうだね、受けれるな。受けれはするわ。ただ、急所だったら、かなりきつい。で、今度は回復の個数がどんだけ減るかってことなんだけど、交換して、もし、ラーショが受けれました。で、満タンの薬使います。で、ラスカノで特防下がったらもう終わり。ってことを考えたら、回避を優先した行動をするのか、ラーショに交代して、まあ3割を引かない。って考えたら、2割で回復合戦するより、3割、うん、その方がいい。ああ、これやばいな。ラーショ上振れで死ぬ可能性はマジである。くそ。2割引くか。そっちのがいいな。2割引こう。小さくなるの2割引くわ。満タンの薬が8、回復の薬が3、終わり。で、満タンの薬を、いや、これ交換だな。 80% のパチンコをこれから打つわけでしょ、各辺で。8回連続 80% 引かれたら終わりだ。ラーショーだな。ラーショーに引いて使って、今一つののしかかりを打ち続けるしかないな。いや、でもそしたら満タンの薬何個使うんだよ。あくび巻いてからだな、やるなら。うわ、今、問題点がその、満タンの薬をどうやって20%2 回引けば満タンの薬が1個でいいのよ。うん、そうだな。社員回復してまず 20% 引こう。それがいいわ。まず 20% 引きます。しっぺ返しで次避ければ回復の薬1個でなんとか勝てたことになります。小さくなるをなめるな。またはこっちが急所引いても勝ちだな。だから選択はまず第一の扉、急所に当たる。当たんなかったら避けるのを祈る。行くわ。行け、頼む頼む、頑張れ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 。
一撃頑張れー、よし避けろ、はで、ここまで来たら交代してラーショ耐えて満タンの薬一回だけにして行った方がいいわ。ここまで来たら、待てよ、ラスターカノンがあるなら、あれ？いや素早さ48か、無理だ、抜けねえ。上から叩ければ、出会い頭か、てめえ。これ死ぬような放電だったら、死ぬな、確実に死ぬな。素早さ62か。上取れるやつがいれば、潮招きはラスカも一回受けて72、きついな。あれ待って、社員はい、あ待って、違う、俺社員上取ってんだ、俺上取ってるわ、俺社員上取って、バカ上取ってたわ、あごめんなさい、すいません、上取ってたわ、あ失礼、上取ってるわ、俺これ上取ってたんだ、何考えてんだ、俺同窓会すぎて忘れてたわ、上取ってるわ俺。よし、ごめんなさい、すいません、ちょっとこれあれですね、多分あの本当にイライラしたでしょうね。ゴローニア、いやきついわマジで。これカッチンで鉄壁、うわっ、あれ誰だっけ、鉄壁覚えたの、あーいや紙パンだろうな多分な、ゴローニャだったら。いやこれ一旦回復させた方がいい、いやー待て、絶対特殊じゃないから、絶対特殊じゃないし、ドラゴンリーを回復させる方がまだいいかもしれないな。で紙パンだったら8歩多分耐えれると思うんで、多分耐えれると思う、防御196あるから。だから一旦ドラゴンリー回復だ、カッチンで、それがいい。むしろ大爆発でもか、ストーンエッジ、そうきましたか。八歩は出せない、ドラゴンリーも多分受けてもこのぐらいのダメージ食らうと思う。計算します、防御102で100食らってるんで、ドラゴンリーの防御力が129で100、つまり半分以上は食らうと。ということはストーンエッジ
PP10 の技を外すまで頑張る。そして上から空割りで攻撃するが多分俺の今の最適解です。多分八方は死ぬんで、八方は絶対死ぬ、絶対死ぬから。紙パンじゃないんだ、ストーンエッジなんだ。紙パンじゃないんだ。あ、終わるなマジで。ラーショー受けれない、シャインも絶対受けれない、八方も受けれない、塩招きも受けれない。じゃあまあドラゴンリー出すしかないね、とりあえずは。またはカッチンを回復させるっていうか、ドラゴンリー出すかの2択だ。でドラゴンリーがもしこれでカッチンが避けたとする、でもアンカーショットがなんとかいけるか。まあ言わん、ん？エナジーボールもかか。電気、いや、これは変えます、リーで。あ、格闘だわ。待って、これ上取れてるんだったら、カラーは、瓦割り2発で勝てるんであれば。いや、待って待って待って。いや、これ勝てるな。勝ったわ。勝ったわ。頼むぞ。頼むぞ！勝った。すいません、全然勝ちました。全然勝てました。よかったっす。よかったっす。全然いけましたね。うん、全然いけた。よかった。Z ちょっと来なかったな。Z 来なかった。よしよしよし。全然大丈夫だったわ。途中の磁場コイルがマジできつかった。マジできつかった。途中の磁場コイルがマジできつかったわ。マセイコすごい。マーさんのようにポケモン勝負をよく知っている。二人ともいい勝負でした。君たちがどこまでいけるのか、これからも楽しいです。では、マー君、ほくらに点問題を頼むね。あ、そっかそっかそっか、岩に強く出せんだ、ドラゴン格闘だから。あー、よかったよかった、マジでよかった。祭りかの試練だったんで、ね、はい、黄色の花びら、よかった、マジでよかった。僕頑張る、強いことだから。これもう会えないの？すぐに帰ってくる。何でもククイ博士に頼まれたことがあるって。あの祭りかの試練だよね。次の場所に案内するよ。遠慮します。これさ、あれだわ。ジャラランガ、これ良かったわ。これマジで良かった。良かった。ジャラランガ、マジで良かったわ。俺何入れようとしたっけ？これさ、アローラナッシーだったらどうなってたかな？多分きつかったな。アローラナッシー、いや、まあ、いけたか。アローラナッシーでもいけたか。いけたな。多分いけたわ。うん、多分いけた、いけた。いや、俺クリアまで行くよ、マジで。あの、かなりギリで耐えたね、ギリで。